あ、町に出会っ、町行かせてよ。まあ、こんにちは、深瀬小弓です。いよいよこのエリアに行きます。橋渡ったらあの死んだエリアになるんだよね。言うてあの前ここ来た時レベル11とかだったから、今14だからいけるやろ。せめてあの村にたどり着きたい。行くぞ。えい。森。あ、おー、あー、お金もらうぞ。この人とは戦ったことがあるのよ。6ね。はいはいはい。惨劇だな。オッケー。いや、ゴールドマンさんはお金が美味しいんだよね。だから好きです。ああ。死のサソリ。いけるやろ。あれ、戦ったことなかった ?9 ね。いける。私いけるわ。オッケー。あ、110もらえる。よし。着いた。ん?人がいない。毒が広がってる。え?宿やないの?宿。え?私、この村にたどり。え、魔物、え、ちょ、ドラ、え、ちょ、え、ちょ、え、大丈夫?え?ドラ、え?ドラゴン出んの?やばくない?この村。え?あ、あの光ってんの何?右下の。命大事に、命大事に。あー、16。あ、24。あ、24。薬草使っとくか。よし、大丈夫、耐えれるよ。89最大だから、呪文、道具、道具にするか、MP は大事だ。聞いてないんですけど。やだー。ね、あの光ってんの何?どうやって行けばいい?毒。この木はさ、ぶつかるよね、多分。だよね。ってことは、ここ毒行ってもいけない。外から回っていける感じかな?スターキメラ?あなた誰?どうだろう?でもドラゴンほど強くないだろう。ベホイミ?あ、ベホイミって、なんか多分ホイミの上でしょ?いいなぁ。私もそれ欲しい。ジュース、あ、大丈夫。いける。ここゴールじゃない、ゴールっていうか、でも多分あのキラキラを回収しなきゃいけないよね。そういうこと。毒か。嫌だな。悪魔の騎士、あなた誰?死ぬ?悪魔の騎士ってなんか明らかに見た目がやばいよね。寝るかな?ちょっとワンチャンいっとくか。で、攻撃食らっても整えられると信じて。31、は?これ死ぬじゃん。死ぬじゃん。なんだあいつ。あ、でも848ある。
道具減ってるね。補充するか。まだレベル足りないの？うっそ、あそこの村はなんだ？あそこじゃない？まだ下行けたよな。まだ下あそこ行けたよな。下行くか一回。じゃあ、あのヤバタン、ヤバタニエ何だったんだ？下、下、この人は戦ったことがあるな。一応このマップ周回できるだけの、周回探索できるだけのレベルはあるってことね。行こうか。あなた知ってるわ。橋行かなくてもさ、途中から敵が強くなるんだよね。どういう仕様？待って、めっちゃモモ使うじゃんこいつ。なんなの？やだ。53。53。一応使っておこうか。この先何かがあると、街があると信じて。橋があるね。橋はあかんのではないですか。まあ死んでも。なんでホイミ？やだ、あっち行け。明治なんとか、あの明治、あーこっちは同じだ。13か。お、レベル上がった。やった。まあ。トヘロスって何？すごい。でも今使えないね。確かにさ、スライム可愛いけど、あの城の周りに出てくるスライムとか結構だるかったんだよな。いや、この程度だったら稼げるだろ。作戦？96か。道具使っちゃおっかな。よし。橋行きたくね。死ぬでしょどうせ。MP 使いたくない。あ、でもちょっと試しにやってみるか。悪魔の騎士っていう人には聞かなかったけど、どうだ。はい。よし、あ、逃げ切りいけた。いやー、薬草足りんわ。いや、行ってみる。いや、死んでもいいよ。もう死にたくないけど仕方がないよ。え？橋だ、これどこ？橋？鎧の騎士。逃げ気でいける。あ、ふんなんとかなる、なんとかなる、いけるぞ。この上は何？また橋だ。大魔導士。
大魔導士。え、何何どういうこと。え？魔法トーンってどういうこと？あー、薬草が。こっち何？上行けないもんね。2195、すぐ溜まる。この人、え、でもレベル上がった。私は強い。え、めっちゃモブとして出てくるじゃん。なんなの。うん、65。え、ホイミのさ回復量が少ないんですけど、逃げ気耐えれるから。はい。え、ちょっと、ちょ、いやでも宿屋あるな。え、どうして、どうして町に入れてくれないの。ゴーレム？あ、ゴーレム？ゴーレムって、イニシエの妖精が作った笛、これじゃない？ねえ、言ってたよね？え？いいかな？いいかな？くらい！ルチュ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 ル。素敵な音。よし、この間に行っちゃれってことね。MP は大事。あ、え、何回でも寝るのかな。そんなにアホかこの子。何回でも寝てくれる？おやすみ、おやすみ。おやすみぐんない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 。どう？どうすか？あ！あー、よかったー！いや、なんか、この妖精の笛の説明してるときにさ、言ってたゴーレムってまだ出会ってないよなと思ってずっと持ち歩いてたんだよ。よかったー。あ、大丈夫。大丈夫よ。冷静にね。妖精の笛、妖精か、マーリンかな。もう私何でもマーリンなんだよね。寝るんだよね。回数制限とかないよね。信じてんだよ、私。おやすみ、あ、おやすみ。眠ってる。うっ。いや、ビビるな。持っててよかった、妖精の笛。うん、これで町に入れるだろう。おやすみ、おやすみ。うんうんうん、いい子やね、いい子やね。やったー。え、メルキドの守護者2500。え、10ゴール少ね。よし、着いた着いた。なんか知らん町に着いた。やったー、やったよ、着きました。はい。え、城塞都市メルキドへようこそ。ありがとうございます。え、着きました着きました。何ありますか。なんだっけ、鉄の盾。いや、鉄、いや、そろそろ鉄の盾を卒業したかったんだけどな。ということは妖精の盾さ、もういらない？
まだ使う？あ、道具屋。え、あの、ねえ、薬草売ってくれませんか？あの、薬草。なんでや、なんで薬草売ってくれないんだ？ん？友達の雪の夫さんが何かすごい宝を自分の店の裏の木に埋めたらしいと。ん？雪の夫さん。ここは魔物たちに襲われて亡くなった方々のお墓ですわ。どうぞあなたもお祈りしてあげてください。あ、そうなんだ。いや、ちゃうねん。あ、お祈りできへん。ここも壁抜けの術ない。いや、町に着いたね。よかったね。うん？武器と防具、あれ？お店いっぱいある。鉄の斧、いや、持ってますね。あなたは？うん、やったよ、町に着いたよ。もうよし、もろたもんはすぐ使うぞ。宿屋で寝たいですね。あれ、鍵。え、もし魔物たちが襲ってきたら危ないから、この町は砦の中に作られてるのよ。え、ゴーレムさんもしかしていい人だったりする？私の今日の晩ご飯はね、そばですね。うん。大根？ねえ、薬草売ってよ。どうして？どうしてここには薬草がないの？バカじゃないの？竜王の爪は鉄を引き裂き、そして吐き出す炎は岩をも溶かすという、え、やば。はい。ここ宿屋だね。俺が聞いた話ではロトの鎧は人から人へ、雪の夫という男の、雪の夫さんって誰？雪の夫の、だから雪の夫さんの店の裏に埋めたのロトの鎧ってこと？そういう話の流れよね、きっと。っていうか、薬草マジで売ってくれよ。とりあえず話みんな聞いたかな？ん？何ここ、おばあちゃん。そなたが印を求めるなら、この南の神殿に住む長老を訪ねるがよい。南の神殿？あの、鍵の人？あー、そういうこと？ちょっと探索しよう。ここも鍵がいるでしょ。ここは1個。あそこなんで2個あんの？てか、あそこなみなみさ、ダメージやばいやつじゃない？マジか。あそこね、階段あるのも私はね、見逃してないのよ。これ2階建ての街ってこと？ひとマス預けます。引き出す。ああ、引き出せるようになってる。あ、そうだ、おそらくこれもういらないでしょと思うんだけど、どう？はい、うんうん、あれ、薬草預けてなかったっけ？どうだったかな。ていうか、薬草売ってくんない。なんで？一旦トー横インで寝るか。50か。MP 回復してんだよな、歩いて。ち
と一旦あの鍵のここ行ってみるか。鍵あるもんな。この人は何？はい。お、あ、ありがてえ。私の家は代々ドムドーラで店を開いてたんですよ。ああ、雪の富士さんの時町が魔物に襲われて、あ、さっきの砂漠の真ん中の町がドムドーラ儲かっていて、いた蓄えもあったので私は楽な生活をしてますけどね。あ、町の東のさ、あのキラキラ、あのキラキラってこと。なるほど。え、じゃああれ鎧ってこと。え、鎧、鎧欲しいな。欲しいけど、あの、え、どうして誰も薬草を売ってくれないのね。薬草ないんですけど。あ、鍵が、あ、ここの上は。え、かつてこの世界が闇に包まれた時、一人の男が空から落ちてきたそうだ。え、空から落ちてきた。やっぱり異世界転生なの。もしこの話が本当なら、ロトは神様の申し子だったのかもしれんな。こっち何？え？落ちた。ダメージ受けてない。ここは、あなた誰？あ、鍵屋さんある。ありがてえ。あれ、武器屋さん。なんだこれ、なんだ、え、なにこれ、なにこれ、やば。え、100いく、待って、あー、そろそろ欲しいな、欲しいな、両方、両方買うのに、もうどれだけレベルを上げれば。いや、確かにこの辺すぐ上がるけど、あー、道具として使うと、なるほどね、なるほどね。え、わかった、わかったけど、マジで薬草誰持ってくんない。ここも鍵屋さんがあるとわかった。大丈夫。呪文、ホイミ、なんかすげえ食らうんだよな。 MP は大丈夫。ついた。勇者のため祈りましょう。光がいつもそなたと共にありますように。え、ラダトームの城まで北に70、西に40を刻むその場所。北に70？ ん？ラダトームの城まで？え？ねえ、ねえ、ちょ、意味わかんない、意味わかんない。ねえ、薬草、薬草誰持ってくれない。なんだこの、うん、一歩で10ぐらいかな。10どころじゃないな。よし、くそ、MP 結構使っちゃった。
ったかな。めんどいから寝るか一回。うんふんふん。はい。待たせたな、悪魔の騎士。私は強くなって帰ってきたぞ。さあリベンジと行こうか。ということで、前回挑んだ時15とか14かな、レベルね、ちょっとね上げすぎちゃった感あるよね。どんなもんやろ。この方は呪文が効かない系だと思います。じゃあ物理で行くぞ。21、防御力も上がってるね。ゴリ押しやゴリ押し。弱っ。説明ない感じ。いやでも多分強いよね。あ、ステータス見ればよかった。あー多分最強だろこれ。オッケー。道具パンパンなんだよな。魔法の鎧いらないよな、もう。いやでも持っておきたい。いや、回復すればいいか。MP あるし。あ、意外とだったな。ん？え？毒平気？え、すご？え、やば。やばいね、この防具。やった！敵じゃないんだな。すごい防御力上がってるね。ダメージ8だって、やば。いや、ダメージ、レベル上げすぎたか？いや、あのね、炎の剣と三日神の盾が欲しくて、めっちゃお金稼いでたら、まあ、このレベルになってしまったっていう感じなのよね。で、次に何をやらなきゃいけないかっていうのは私分かってるんですよ。なんか、まず雨の石？多分そう思うんだけど、太陽の石ってあるから、多分雨の石でしょ？雨の石を探さなきゃいけない。で、もう一個、なんか印を探せって言われたんだよね。で、それが北70の西40で、なんか座標みたいなこと言われてさ、え、何言ってんのって思ったんだけど、これさ、お金稼ぎがてら、やっぱどのぐらいでレベル上がるかっていうの見たいから、持ってたんだよ。で、これ外で使ったらね、経験値を言うだけかなって思ってたら、座標言うんだよね。多分この北40、東は西に40、ちょっと何言ってるか分かんないけど、多分これを参考に探せよっていうことでしょ。え、むずくない？ここが40と北に、あ、東20ね。え、とりあえず町に行こう。鎧預けよう。ちょっと荷物がやばい。で、さっきなんだっけ、上の方迷ってたら、北40、西14とかにたどり着いたんだよね。で、ここが、58、29。ということは、
あれだよね、ここの数字を北70、西40にすればいいんだよね。だから下かなと思ってんだけど、いけないね。進んで増えてる。西32だから横の座標はおおむねこの辺なんじゃないかな。あれ、北62っていうことはこの辺か。64、あ、さっき62だったよね。この下か、下にはどうやっていくの。